氷点下30度。アラスカのいてつく大地を犬ぞりが走ります。1年で寒さが最も厳しい2月初め、私たち夫婦はアラスカを訪ねました。そのわけはオーロラが見やすい時期に新田次郎の小説アラスカ物語の舞台となった北極圏のビーバー村を訪ねてみたいと思っていたからです。アラスカ物語は明治の初め、外国航路の船員になった日本人の青年がその後アラスカに定住し、イヌイットの人たちに慕われながら波乱に満ちた90年の生涯を描いたものです。ツアーを利用した私たちの旅はアラスカ州の中心アンカレッジからデナリ登山口であるタルキートナーに向かいます。そこからアラスカ鉄道でアラスカ第二の都市ヘアバンクスに行きます。ヘアバンクス郊外の温泉リゾートチェナを起点にしてオーロラを見たりビーバー村を訪ねるというものです。成田からシアトルを経由して飛行機で14時間、アンカレッジに着いた私たちを出迎えてくれたのは一面の氷の世界でした。ここからバスでタルキートナーに向かいます。タルキートナーは人口800人の小さな町です。20世紀の初め、ゴールドラッシュで栄えました。通りを歩いていると開拓当時の面影がうかがえます。しかし人通りは少なく、町は静まり返っていました。極北の厳しい寒さの中での撮影は容易ではありません。そのためカメラにはカイロを準備し、ゴムバンドでバッテリーとレンズ部分に取り付けました。その上からフリースを重ね、さらにビデオカメラにはウィンドブレーカーをつけることにしました。アラスカ鉄道のタルキートナー駅です。駅といってもプラットフォームがあるわけではありません。アラスカ鉄道は南の港町スワードからアンカレッジを通って北極圏に近い内陸のヘアバンクスまで750キロを結んでいます。貨物の輸送を主な業務にしているため、冬は1週間に1便しか運行していません。昼前にタルキートナーを出た列車は9時間かけてヘアバンクスに向かいます。
針葉樹林大河の森です。外の気温は氷点下30度です。孤立した奥地に住む人たちのために列車は駅でないところにも止まります。フラッグストップと呼ばれ、自由に乗り降りができるようになっています。私たちの乗った列車でもこのフラッグストップを利用した人がいました。どこまでも続く広大な土地に手づかずの自然が広がります。昼前にタルキートナー駅を出た列車は夜8時過ぎ、終着駅のヘアバンクスに着きました。ここからバスで1時間半、郊外の温泉リゾートチェナに向かいます。湯煙が立ち上るチェナ温泉です。ここは真冬の寒さが厳しい時でも各地から大勢の人がやってきます。露天風呂やプール、ジャグジーなどを楽しむためです。この日も露天風呂に入る水着姿の人たちを見かけました。温泉リゾートチチェナは北極圏に住む人たちの生活物資を運んだり、北極圏への遊覧飛行の基地になっています。私たちはここからアラスカ物語の舞台、ビーバー村を訪ねます。ビーバー村はチェナから北へ180キロ。北極圏に入ったユーコン川の北岸にあります。道がないため陸路を行くことはできません。北緯66度33分の境界線を越えて北極圏に入ります。凍りついた川はユーコン川とその支流です。およそ1時間のフライトで私たちはビーバー村に降り立ちました。作家新田次郎はここを舞台にアラスカ物語を書きました。主人公はフランク安田という日本人です。ビーバー村は人口わずか65人の小さな村です。
凍りついた大地に家はポツンポツンと立つだけです。私たちは村の外れにあるフランク安田の墓を訪ねます。明治の初め、外国航路の船乗りだったフランク安田はアラスカへ定住し、イヌイットの女性と家庭を持ちます。食料不足や疫病に苦しむイヌイットの人たちを救おうと、フランク安田は定住の地を求め、ビーバー村を作りました。アラスカ物語は90歳で亡くなるまで日本に帰ることのなかったフランク安田の波乱の生涯を描いています。チェナに戻ってきた私たちはオーロラを見るためロッジの近くの高台に出かけました。短い日が西に傾き、長い夜が始まります。しんしんと冷え込む寒さに耐えて待っていると、私たちの前に音もなくオーロラが姿を見せました。フランク安田が雪原をさまよい目を上げて見続けたオーロラを、今私たちも寒さを忘れて見とれるばかりでした。翌朝チェナはこの冬一番の寒さに見舞われました。空気中の水蒸気が凍りついてできるダイヤモンドダストです。ひどく寒い中で私たちは日本に帰る日を迎えました。30年以上前にアラスカ物語を読んで感動した私たちは、かねてから冬の最も厳しい時にアラスカを訪ねたいと思ってきました。そして今回それが実現しました。しかし今回の旅で最も印象深かったのは、人間を寄せつけない凍った大地での撮影でした。吐く息はすぐ凍りつき、眉毛や鼻毛まで凍るほどでした。そんな貴重な体験でアラスカ物語の世界をより深く知ることができ、何よりの収穫でした。